キリュウの兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち、キリュウさんのファンになってしもうたけん。ああ、そうか。お前はええんじゃ、向こう行っとけや。なんよ、もう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人、物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ、客も寄りつかんです。その松永は？奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんた、そういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけど、あんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。は？なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった舛添も腰巾着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。キリュウさんに頭下げてもらえば。そがあのみっともないまでできるか。あ、わしはあの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんにはわかんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所の門もおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前らキルさんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。
松永の兄貴の言いつけですけ。キリュウさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、キリュウさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。夕べの喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってろ。なんじゃとこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソ親父。待てよ、待ってくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠してることがあるよな。何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おおよく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。
やっと出てきよった。探しとったんで。気流。マス添えか。夕べの借りを返すどこら。じゃが、我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があるのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃのう。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。松戸組の看板上げとるじゃ。陽明連合会の直系じゃ。わしをやったら広島中の国土を敵に回せっちゅうこっちゃ。おいやるの松戸へ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か。バカだれ。桐生っちゅうのはあんたじゃの。
あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これ桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体を知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男は何じゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや腰水の頭は何を言うとるんかの。兄貴の正体って松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出ように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。あ、全部承知の上だ。このバカだりや。踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。あ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。畜生。これが本家からの制裁ちゅうわけですか。バカたれ。松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、それ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃと、こな。よう言うわ。なんも加減しとらんじゃろうが。何発も何発も。うん、ビタレが。なんじゃ、その態度は。この恩知らずが。こな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東城会の四代目？東城会言うたら東京のあの東城会で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、
そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。おう、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。キリュウさん。ああ、遅くなった。待たしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がってくか。ううん、もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか。うん、なんでもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃ。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか。ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅんは遥さんのことじゃ。わしらは組の者全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。キリュウの兄貴が遥さんにゆかりのある東条会の四代目、
桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったく、あいつの安にむさにはなんや救われますわ。ああ、そこからのご無礼はどうか許してつかさい。あと、それでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時、あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。遥さんの前じゃうちの組のもんも造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でも分かりますわ。遥さんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴が遥さんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから、はるかもこの町にいることができたんだ。南雲なら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。はるかさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、はるかさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけど、わしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？ハルカさんは、この町に住んどった間ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。この町で誰より遥さんを知っとるんはあの清ちゃんなんじゃ。